今から私が話すことは、私がここ最近で体験した本当にあった出来事です。うわ、彼の名前はびっくりした。稲垣高正。お前何やってんのこんなとこで。僕たちは彼のことをタテメンと呼んでいます。いつからでしょうか。どこで出会ったかも覚えていません。ですが気づいた時にはなぜか私の家に出入りするようになっていました。しばらく彼といて分かったことがあります。あの男は変だ。あれは私が動画編集をしていた時のことです。ふと後ろを見た時のことでした。うわー疲れた。うわー、編集頑張ってますね。いや、お前いつからいたんだよ。てか近っ。いや、そうですか。い近いよ。びっくりした。そんなことないんだよ。近いよ。そうですか。他の後輩と3人で夜ご飯どこに旅に行こうかという話をしていた時のことです。牛丼ありやな。タテメンは？タテメン返事が返ってきませんでした。タテメンおい、外見てました。いや、もう全然気づかなくて。ハハハハハ、私が一人でゲームをしていた時、突然彼から LINE が届きました。彼は5時間経っても来ることはありませんでした。遅っ。私は心配になり彼に電話をしてみました。あ、もしもし。はい、もしもし。え、何やってんの。何ですか。え、来るって言ってなかった。忘れてたの。そうだそうだ、すみません。ごめんなさい、すぐ行きますね。あ、分かった。はい、ごめんなさい。あ、いえ。ごめんなさい、遅れました。あれはみんなでお菓子を食べながら喋っていた時の出来事です。すごいよね。俺だって言ってるわ、さすがに。天才だもん。本当にもう、ギリギリだからですけどね、俺も。すごすぎる、すごすぎる。教えてほしい。いやいやいや、そんな。あ、これ？これは？まあ、食べやがったなぁ、エンスケ。一本だけで、もう俺、これ誰にもあげたくないタイプだから、もうあげないからね、もう。大事に食べた方がいい、大事に。食べていいですか？え？
どうだったんすか。そして最も恐ろしい出来事がこの後起きたのです。さてめさてめWatashi no 170万円の財布のくるくるするところを永遠に回していたのです。おい、何やってんのお前これ。俺のさ、170万円の財布じゃん。え、マジでそうだったんすか。いや、俺なんだよ。いやめっちゃくるくるしてたじゃん。くるくるしやすいねなんで。やばい、ゆるくなんじゃんこれさ。ごめんなさい、大丈夫です。なんでよんなごめんなさい。